ボスファミフォファイをございますからのこんばんフォ、どうも木津匠です。今回は写真展の残り2日のところに来てます。撮影はその前にやってるんですけど、はい、このシールがついてるのが購入してくださった作品ですね。想像以上にシールがついててちょっと嬉しいです。安心しました。これ3つも僕のおすすめですね。これチャ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 っていきます。おお、これがあれだね、写真展の外に飾ってあるやつと一緒のやつになります。一つの作品として見てもらうっていうか、その傷匠だけではなく自然との一体感とかも本当に絵に似た感覚でなんか全部見てもらえたらなって思います。これが、あ、でも言わなくていいって言ってたけど、うちの社長さんのお気に入りの言わなくていいって言われてたけど言っときますパンフレットをね、購入してくださってる方もたくさんおりました。ありがとうございます。黒いゾーン、結構黒いゾーン人気でしたね。やっぱりあのインスタで3枚の写真載せて、どれが好きですかって聞いたら、お気に入りですかって聞いたら、結構黒いゾーン好きな人が多かったです。これ人気ですね、この脱いでるやつ。めちゃくちゃ撮るのが早くて、しかも枚数も多いんですよ。実際撮られた枚数は2000枚以上あるっていう。でこの写真展が好評だったら、もしかしたらその地方でその2000枚の中から他の写真を選んでまた作るかもしれないっていう。好評だったらプレミアム価格なので、どれぐらい売れるんだろうってすごい心配してたんですけど、意外にシールがポツポツポツっていっぱい貼ってあって、ありがたいです。本当に購入してくれた皆様ありがとうございました。見に来てくれた皆様ありがとうございました。次行ってみよう。この映像はあんま見せちゃいけないって言われてたけど、ここでしか見れないらしいです。3分30秒ぐらいあると聞きました。こちら、あと花束、こんなでかい花束ありがとうございます。僕が多分紫色好きってことを分かってるから、多分紫色にしてくれたと思うんですけど、ありがとうございます。本当にいいねてな感じで、あと残り20枚ぐらい撮ります。写真展の購入者特典で、なんかその写るんですを丸ごと一つプレゼントするという特典がありまして、そのまま丸って郵送するんです。そうだから、なんか中には現像せずにも残しておく人もいるらしいです。本当にだから一人しかこの中に入って24の写真を見れないっていう。さっきはそこら辺で撮りました、ね、人にで桜、そう、桜とちゃんと写ってるか本当わかんないから、そうだから、ぜひ何を撮ってほしいかコメントに書いてください。残り2日なので多分ね、多分5、6枚ぐらい残ってると思うんですよ。頑張って撮ります。いいね。はい、ということで木津匠写真展アウェイクニングがあと2日で終わってしまいますので、ぜひ1回来た方もね、おかわり見学ということで見に来てくれると嬉しいです。はい、ありがとうございました。バイバイ。チャンネル登録といいねボタンお願いします。頼むぜ。